エスパルのハンク。はい。はい。でね、部屋がね、また僕の部屋なんです。するのはドッキリです。今回する検証がですね、23歳が本気でダダを奏でて、ポケモン欲しいと言ったらメンバーは買ってくれるのかでね、今ね、向こうでね、ケイスケともっちゃんとウダちゃんがポケモンずっとやってるんですよ。まあ、僕も欲しいなと思ってて、で、まあ、いつ買おうかななんて思ってるんですけど、今回は買ってもらおうと思ってます。23歳にもなってね、ダダこねるなんて恥ずかしいことですよ。僕が本気でダダをこねたらメンバーたちは買ってくれるのか、それとも怒って、早く消えろ!どっか行けおめえらってなんのか、それをね、確かめたいなと思いまして、僕は。まあ、買ってくれることはないと思うけどな。ただ、極限までね、ダダをこねて、お願いしていきたいと思います。うだちゃんともっちゃんとかもそうなんやけど、2人でよくコンビニとか行ってるんですよ。車でね、もっちゃん、うだちゃん、けいすけとかと、その時もちょっと匂わせてきたんですよ。実はポケモン欲しいけど買おうかな、でもな財布と相談したからなみたいな感じで言ってきたんですよ。なんでちょっと心のどっかに残ってくれてたら、もしかしたらいい反応がいけるんじゃないかと思いまして、僕一人でここでオープニングを撮っています。ということで撮っていきたいと思います。レッツゴー。さあ行くぞ。嘘だ、さっ、えぇ、ー、寝巻きや社員子やからこの格好。でもさ、降りた時の服装見てみ。これで降りるぞ。ほらこっち向い、うわ、どうだよヤンキーやいや、欲しいなぁ。まあでもおもろさを見てからやな。今流行ってんもんな。買えよ。バトルあんで。いや、俺マジでさ、え、どっちこれソードとシールド。シールだよ、もうかっこよさくやる。シールだよ、あれは。まあ俺はシールド持ってるやったら俺はソード買おうかなと思ってるけど、え、これさ、スイッチいくら、そもそもの。2万9000ぐらい。うん、2万9000もすんな。え、だからあれやん、やりたかったらお前ソード買って一緒にやればいいやん。え、1個のスイッチで2個できんやろ。できんよ。だから時間分けてやればいい。いやいや、そんなそんなん嫌や。そんなん知らん。そんなんポケモンやる意味がない。みんなでやるからポケモンおもろいね。俺もな、ダイパー以来やからな、何もわからんねんな、ポケモン。やりた、めっちゃ欲しい。え、ちょっと待って、ちょっとお財布と相談させて。私の携帯がなぞ。え、今月が9月何日やねん。無理。給料日まで待って、さすがに遅いやろ。知らん。知らんじゃない、遅いよね。知らんやん。だってその時にはもうあなた厳選終わってますよ。え、どうしよう、マジで。買っていいよ。え、買って。なんでやねん。もっちゃん買って。絶対嫌や。待って、スイッチなんか安いなかったっけ。ライト1万しか変わらんすごい。あ、じゃあ買ってるやん。なんで。え、ポケモンとセットでどれぐらいだった。ポケモンとセットで2万5000ぐらい。え、ライトとポケモンで2万5000円の。うん、じゃあ買ってよ。バカ、何でやる。買ってくれ。面白いぞー。面白いぞー。ちょっと待って、マジで本当欲しい。自分でかいやん。じゃあさ、交渉意見だけ聞いたるわ。意見聞いてほしい。23歳やろお前。何それをお前友達にしてみてんねん。だから23歳。お前3つしないぞ俺ら。だから1つやつてや、子供がこうすんのって当たり前やんか。俺は23歳、もしこうしたとしたらな。情けない。情けないな。情けない。恥ずかしい。恥ずかしい。情けない。うん、そんなやつは友達だ。ダサい。ダサいな。もう覚悟の上や。お前じゃあこの姿サブで出すんやったらいいよ。買ってくださいってこうダダこねるってサブ飛んでやったらいい。自分誕生日いつやったっけ。誕生日ね、今日。なんでって、2月やだから頼む、本当にお願い。一回さ、これみんなのスイッチやんから、みんなやればいいやん。いや、だから一緒にやりたいよ。別に俺スイッチ出せねえから、お前もスイッチやればいいやん。ケイスケと俺がこうやって、あー、バカお前、それ破壊光線じゃねえよ。マジでお願い、本当に買ってくれ。一生のお願いとして買ってほしい。メタモン、俺も欲しいから買ってや。知らんもん。あ、いいこと考えた。みんなで買ったらいいよ。2万出すやん。2万5000。2万5000。お前年下に買っててダサいで。おかんに頼むよ、おかんに。うまい。あ、ママおかん金貸して言えよ。いや、もう1円程度負けたくないって言われるな。胃が痛い。それをさ、今友達に言ってんだよ。そや、胃が痛いか。言いたい、言いたい。お前高校生でもゲーム買ってなんか言わんで。一生のお願いって言ってんねんから、一生に1回のお願いね。で、今日から1ヶ月美味しい美味しいご飯作ってくれよ。うん、どっち今、うん、首立てて横に触れたり。うだちゃんともっちゃんはさ、俺のことどう思ってんの。ネギルパン。ネギルパンってこと。もうネギルパンやから、もう取ってきや。取ってきたらどうすんの。じゃあ怪盗ルパンやから許されねえ。許されません、銭形警部に。待てルパン。え、そんなボケはどうでもいいわ。結構ガチやねん。これは強敵だな。そんな言うなよ。本当にお願い。いや、もうそんなこと言えんだって。もうこうどいて。無理無理、ダメです。どけ。本当に貸してください。ほら、巨大デカマックスだ。俺もう買ってくれなかった。もうコマンドコン見せない。じゃあ頼むわ。なんでマジで言ってんの。あ、おちゃお前。じゃあサブ取っていい。サブは取っちゃいけない。上に恥ずかしい姿が見られてやろ。
そんな恥ずかしいこと自分してんのですか。誰に買ってほしい。誰にしよっかなぁ。指差ししてや。一回聞いてみる。第一候補、うなちゃん。なんで根拠もいいよ。根拠言って腹立つ。どういうことじゃあ、ケイスケほんと頼む。同じ年やん。おちゃん、友達にゲーム買うって。いや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 、よしみよしみ。俺、ケイスケで買ってほしい。じゃあ次。いや、じゃあ誰に買ってもらうっつうの。俺は自分で買うの。じゃあ自分以外の選択肢はないのかよ。ないよ。あるよ。私買った時点でもないよ。いや、お願い、本当に頼む。マジ頼む。自立しなさい。マジ頼む。残念でした。いや、うなちゃん、もっちゃん、ケイスケ頼む。マジ頼む。負けたやん。じゃあ負けたとかじゃないよ。だって負けたって買ってくれなかったでしょ。買ったよ。どういう頼む。マジで言って。無理無理、ほんと頼む。そんな人でスイッチ取ったらいけねえから。いや頼む、マジ頼む、ほんとにお願い。いや、マジ無理。絶対ごまさん無理。いや、ほんと怒るよ。ほんと怒るよ、俺。知らん。うわっ、うわっ、うやめろ。はい、楽しいぜ。返せ。無理だ。返せ。ダメです。返せ。これ危ないよ、落としちゃう。返せ。データパーン。なんだこれ、なんだこいつ、なんだこれは。返して。嫌です。いや、お前それダサいで。返して。嫌だに言ったら嫌だに。それあれじゃん、バンギラス野生に返したほうがいい。やめろ。バンちゃん、やめろ。ポケモン。じゃあ分かった分かった、じゃあ分かった、話するから一回。いや、したら置く。置いたらするから。言ったで。うん、やって約束な。はい、話し合いです、どうぞ。うわ、危ない危ない、もうちょっと逃がすとか。危ない危ない危ない。マジで買ってほしい。分かった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 。来年の2月の誕生日プレゼントはなしやで。早い誕生日プレゼントとして買ってあげるわ。2万5000円の誕生日プレゼントはどう思う。その条件ならいいよ。まあ早かれ遅かれ買うことになるんやったらそれは確かに。まあ確かにな、2月になったら車はもう誰もやってない。それでいいんならいいよ。分かった、それで手打とう。気にすねえな。これ手で打って、バンギラスの裏。じゃあ2月の、はい、お前のタンプレーで買います、はい、いいですか。ただその2月に誕生プレゼント今みたいに背びってもないから。はい、ということで、はい、皆さん見てください。見えへん。ということでね、皆さん動画撮ってたんですよ。ということで、23歳が本気でただ怒れてポケモン買ってと言ったら誕生日プレゼントの代わりに買ってくれるでした。でもあれやね、動画やっかわいい、動画やって分かったんで変わりません。違いますよ。何が違う。だからやりたいのもそうってことや。やりたいよ。やりたいのはいかに面白くできるかと思って。分かった、お前買ってもらうためにこの企画したいと思う。もうそれ以上言ったらバンギラス売るよ。もうぐらいな。もうない。はい、ということでゲーム行きましょうね。皆さんどう思います、この悪知恵。告白費どきあまりなしよ。ゲーム行くの。お願いします。うざい、マジうざい。だってさ、約束しちゃったしさ。運転してるじゃん。はい、行きましょう。さぞ僕らの誕生日プレゼント嬉しいことや。ブーンブーン。はい、皆さん注目してください。ゲオに着きました。わー、ここからは自分で買ってください。どういうことです。送ったんで、ここまで。違います。そういう約束だろ。ちゃうよ。何言ってんの君。何言ってんの。あるよ、もう早く買いに行くぞ。行きましょう。はい、行きましょう行きましょう。ちょっとまとまってカメラに映りましょうね、皆さん。はい、ありがとうございました。キャー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 。お前うざい。ほんまにどこまでうざいキャラなの。しかもポケモンバージョンも買ってもらっちゃってね。そうよ、特典ついてきてるよ。ほら見てるでしょ、キーホルダー。嬉しみ。タンプレなしやで、ほんまに。ほんまにないで。いや、ほんとにありがとう、みんな。ありがとう。マジでないからな。こんなガメつい友達います、皆さん周りに。逆になしだからな。何が。タンプレなんでや。なんで。ナイスっこい。これで家帰って全国図鑑コンプして、うん、個体値すべてマックスのポケモンできるまでそれでやっててください。はい、終わります。皆さん生放送やりましょうね。ということで検証結果、23歳の男が本気でダダをこねたら友達に買ってもらえるという結果に終わりました。20歳超えてる皆様は試してみたらどうでしょうか。お前以外おらんねんぞ。ほんまに。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。走り出したこの息吹を風に乗せて今動き出すよ。響け古い地図破り捨てて進み始めたこの時は道しるべとなるコンパスになるから。今を越え僕らは走る。勝ったとお前が育てたポケモン全部売るから。
今度全部売ってみたドッキリ。ほんま、それ動画にしよう。最悪っすね。